リカップ始まるよ。第3位1825g 釣り子さん、昨日お疲れ様でした。お疲れ様でした。おはようございます。おはようございます。釣り子 TV です。はい、小堀さん、はい、昨日なんと俺3位になることができて、はい、これ差を手に入れたんですけど、返してくれるんですね。また来年出します、ね、小堀さんにちょっとこの作法の出しどころちょっと習っときたいんですけど、これはですね、あのじゃんけん大会とかの出しどころで、あとはこうイベントの商品としての出しどころで出させていただきました。あ、使い方、あ、そう、スタンドアップ、これスタンドアップシリーズっていうのは、はい、おかっぱり用のモデルとして作ったロットです。60ULS っていう、これ何でもできるスピニングロット、これをもうかっぱりでも、まあ何でもできるようにしたいなと。で、リックアームのダウンショットとかそういった、まあボートから使えるテクニックをかっぱりでも使いたいなと思って、まあそれでもボートからとはちょっと違うのはアプローチの距離であったりとか、あるいはちょっとしたバットパワーの強さとか、そういったのがもうちょっとかっぱりに求められるものがあったんで、62っていう長さにして作ったロットです。62で 60ULS の感じの釣りができちゃうって簡単に考えれば。そういうことですね。ただですね、まあ、ロット自体やっぱりそのおかっぱりで使ってもらいたかったんで、はい、ちょっと値段の方、やっぱりバリバリのハイエンドモデルじゃなしに、エントリーモデルとして作ったので、まあ、ブラックスは、まあ、これ当時作ったのパワーラックスを使ってないやつですね。うん、この時はパワーラックスを使った、エクスペリエンスっていう差が主流だったんですけど、それじゃなしに、それよりもうちょっと価格帯の、落としたところの、それでいて、まあ、おかっぱりモデルとしては最高級のというふうに作ったロットですね。うん、伝説の竿ですね。もう現行ではないラインナップです、ね、そう、まだ在庫は多分あるかもしれないですけども、高瀬場、現行モデルではないし、もうだいぶこの後にタフブランクスができたりして、そうですね、はい、だいぶ進化しましたので、ただ使い勝手はすごく良くて、もちろんボートからでも、うん、いろんなリグに対応するんで使えると思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ぜひ使ってください。はい。